どうも、リマクボです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はクランベリージュースを使ったカクテルを紹介します。使用するのはデルモンテのクランベリージュースです。バーでもよく使用される銘柄で、小瓶では売っておらず、だいたい 750ml で販売されています。家でカクテルを作ろうと思って、本やネットでカクテルレシピを検索すると、意外とこのクランベリージュースを使うレシピが多いんですけど、日本ではスーパーやコンビニにもなかなか置いてなかったりします。今回僕は楽天市場で購入したんですけど、 750ml の大容量を個人で買ってもカクテルで使い切るのはなかなか難しいです。賞味期限が2024年の12月11日とあるので、未開封の場合は購入してだいたい 7、8 ヶ月は持ちますが、ボトルの裏のラベルを見てみると、開栓後3日から4日でお早めにお飲みくださいとあります。開封すると風味が徐々に失われていき、個人で購入するとなかなか消費しきれなかったりしがちだと思います。せっかく購入したからには使い切りたいので、本やネットで検索してヒットしたクランベリージュースのカクテルを実際に作って飲んでみた感想を共有したいと思います。このチャンネルでは作ったカクテルや購入したお酒の紹介をしています。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。今回カクテルで使用するのはデルモンテのクランベリージュースですが、 180ml という少量で販売されている純造成のクランベリージュースもあるので、飲み比べてその違いを僕の個人的な感想になりますが紹介したいと思います。デルモンテの果汁は 20% で、原材料にはチリ産のクランベリー、果糖ブドウ糖液糖、ビタミン C が使われています。それに対して純造成の方は果汁 50% と濃厚で、アメリカまたはカナダ産のクランベリーと砂糖が使用されています。どちらも長野県で作られているようです。実際に注いでみると色合いがかなり異なり、デルモンテはクリアな透き通った赤色で、純造成の方は濃い赤紫のような色合いになっています。ストレートで飲んでみると、デルモンテはクランベリーの酸味と甘みも感じられて、味のバランスが取れているすっきりとした飲み口の印象です。純造成はクランベリーの酸味があり、甘みはほとんど感じないです。デルモンテの酸味が星3で甘みが星2だとすると、純造成の方は酸味が星4で甘みが星1というイメージです。あくまで僕個人の感想ですが、スタンダードなカクテルを作るならデルモンテ、クランベリージュースの味そのものを楽しむなら純造成がいいんじゃないかなと思いました。それではクランベリージュースを使ってカクテルを作っていきます。最初に作るのはシーブリーズというカクテルです。使う材料はウォッカとクランベリージュースとグレープフルーツジュースです。1970年代から80年代前後にアメリカの西海岸で流行した神風のようなシェイクしてドッグスタイルで提供する流れで生まれたカクテルと言われており、日本には1980年代頃から入ってきたようです。クランベリージュースとグレープフルーツの爽やかな飲み口からシーブリーズ、直訳すると海のそよ風という名前が付けられました。ちなみにシーブリーズのカクテル言葉は海のそよ風というカクテル名がそのまま付けられているようです。まずはシェーカーにウォッカを 30ml 注ぎます。クランベリージュースを 30ml 注ぎます。グレープフルーツジュースを 45ml 注ぎます。氷を入れてシェイクします。ロックグラスに注いでいきます。シーブリーズの完成です。クランベリージュースとグレープフルーツジュースが合わさってフルーティーですっきりと爽やかな味わいです。ウォッカベースでお酒の主張は控えめなので、お酒が苦手な方も割と飲みやすいんじゃないかなと思います。続いてクランベリージントニックというカクテルを作っていきます。ネットで調べて出てきたレシピを参考にしました。使う材料はジンとオレンジクラソーとクランベリージュースとピンクグレープフルーツジュース、トニックウォーターです。まずは氷を入れたグラスにジンを 30ml 注ぎます。オレンジクラソーを 15ml 注ぎます。クランベリージュースを 15ml 注ぎます。ピンクグレープフルーツジュースを 15ml 注ぎます。軽くステアして混ぜ合わせます。トニックウォーターを注ぎます。炭酸が抜けすぎないように軽く混ぜます。香り付けとしてローズマリーを入れ、
ピンクペッパーも入れてみました。クランベリージントニックの完成です。いただきます。通常のジントニックにオレンジの風味とクランベリー、ピンクグレープフルーツが合わさることで甘くフルーティーな味わいのジントニックになりました。ジンとアルコール度数が40度あるオレンジキュラソーが入っているのでしっかりとお酒感があり、さよかですが満足感のある一杯になりました。甘口でフルーティーなジントニックを求める大人の女性におすすめです。続いてウーという名前のカクテルを作っていきたいと思います。ウーというのは英語でくどく、いい夜という意味があり、1980年代後半からアメリカで流行り始めたそうです。材料はウォッカとピーチリキュールとクランベリージュースを使います。まずはシェーカーにウォッカを 20ml 注ぎます。続いてピーチリキュールを 20ml 注ぎます。クランベリージュースを 40ml 注ぎます。シェーカーに氷を入れてシェイクしていきます。氷を入れたロックグラスに注いでいきます。ウーの完成です。いただきます。ピーチの風味がある甘口でフルーティーなカクテルです。ピーチのリキュールにクランベリージュースの酸味が加わることで甘ったるくなくすっきりとした飲み口に仕上がっています。ピーチリキュールとクランベリージュースだけだとジュースっぽくなりますが、ウォッカが入ることでお酒感が増し、アルコールが程よく感じられる大人のお酒の印象があります。カクテルを飲み始めたばかりの方にとてもおすすめですが、飲みやすいので飲みすぎ要注意です。続いてコスモポリタンというカクテルを作ります。ウォッカベースの人気カクテルで、今回はアブソリュートのシトロンというウォッカを使います。通常の無味無臭のウォッカにレモンの風味が加わっています。材料はウォッカとホワイトキュラソーとクランベリージュースとライムジュースを使います。シェーカーにウォッカを 30ml 注ぎます。ホワイトキュラソーを 10ml 注ぎます。クランベリージュースを 10ml 注ぎます。ライムジュースを 10ml 注ぎます。シェーカーに氷を入れてシェイクしていきます。カクテルグラスに注ぎます。コスモポリタンの完成です。いただきます。見た目は可愛いですが、甘さはあまりなくドライですっきりとした飲み口です。ホワイトキュラソーのオレンジの風味とライムとクランベリージュースが合わさり、ドライですがシトラス系のフルーティーな味わいもあってとても美味しいです。このカクテルの材料であるウォッカとホワイトキュラソーのアルコール度数がそれぞれ40度あるので、カクテルのアルコール度数もかなり高めです。ちなみにコスモポリタンとは国際人、世界共通という意味があり、女性の社会進出や国際社会化していった1980年代から流行ったそうです。アメリカの有名なテレビドラマセックス&ザシティにも登場し、お酒が好きな大人の女性に特に人気があるイメージがあります。続いてスカーレットオハラというカクテルを作っていきます。材料はサザンカンフォートとクランベリージュースとライムジュースを使います。サザンカンフォートというお酒はウイスキーとオレンジ、ピーチ、レモンなどのフルーツとハーブから作られたフルーツフレーバーのリキュールです。アメリカのニューオーリンズで生まれたお酒で、アルコール度数は21度あります。ウイスキーから作られていますが、ウイスキー感はほとんどなく、甘くフルーティーで飲みやすい味わいです。シェーカーにサザンカンフォートを 30ml 注ぎます。クランベリージュースを 20ml 注ぎます。ライムジュースを 10ml 注ぎます。氷を入れてシェイクし、カクテルグラスに注ぎます。スカーレットオハラの完成です。いただきます。サザンカンフォートのフルーツ系の味わいとクランベリーとライムの酸味が合わさり、甘酸っぱい味わいでとても飲みやすくて美味しいです。味のバランスがとてもよく、ジュースではないんですけどお酒感もそこまでなく、まだお酒を飲み慣れてない方やカクテル初心者の方にも自信を持って勧められるカクテルです。1939年に公開されたアメリカの映画風と共に去りぬの主人公スカーレット・オハラの名前がついたカクテルになります。以上、クランベリージュースを使ったカクテルを5つ紹介しました。このチャンネルでは作ったカクテルを共有したり購入したお酒の紹介をしています。
高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。最後に、今回作ったカクテル5つのレシピと飲んだ感想をまとめて紹介していますので、これからカクテルを作ろうと思っている方の参考になれば幸いです。